ですね。まあこういうアタック風はほとんどなく、そこでマルコスジュニオールがどう生きてくるか、左を使って、そして今コインに手が出たと。木田、ディーラトン、F マリノス、ディーラトン、タッチ際のグランダーのボール、入れ替わり、さつないで足元へ、拾ったのは結局 F マリノス、クロスボールに飛び込んでいこうという、エンドリー、通った、渡す、ゴール前のキャッチゴール、動き出しもそうですけどね。あ、そうです、入れた、キーパー、ディーラトン今シーズンの2ゴール目、そして代表でも PK を決めています。中は狭いですが打つ、決まった、ですよね、まあ、ボールを動かしていってバイタルが勝負した、投げ倒しに行く、入れ替わり、ディーラトン、左足、ティーラと渡せ、これ投げ出して東でしたね、ブロックに行きましたけども、まあ、東京にとってはちょっとアンラッキーにはなりました。ティーラと逆サイド、三好見ていた、ダイレクトで決めます。さあティーラトンのクラス、3-2と競り勝って、その後の神戸戦に、まあ、1-4の大敗で